こんにちは。今日の講義は書籍星野リゾートの教科書サービスと利益両立の法則です。皆さん、今日はホスピタリティ産業における経営戦略について非常に興味深い事例をもとに学んでいきたいと思います。この本は日本を代表するリゾート運営企業である星野リゾートの経営手法を詳細に分析し、その成功の秘訣を紐解いています。まずこの書籍の著者である中澤康彦氏について少し触れておきましょう。中澤氏は長年にわたりビジネス誌の編集や執筆に携わってきたジャーナリストです。彼の鋭い洞察力と豊富な取材経験がこの本の随所に生かされています。さて本題に入りましょう。星野リゾートは日本全国に多数の宿泊施設を展開し、独自のブランドイメージと高い顧客満足度で知られています。しかし彼らの成功は単なる運や偶然ではありません。綿密な戦略と独自の経営哲学がその背景にあるのです。本書では星野リゾートの経営手法をサービスと利益の両立という観点から分析しています。一般的に高品質なサービスを提供すればするほどコストが上がり利益が圧迫されると考えられがちです。しかし星野リゾートはこの常識を覆し、高品質なサービスと高い収益性を両立させることに成功しています。ではどのようにしてそれを実現しているのでしょうか。本書ではその秘訣を様々な角度から解説しています。例えば徹底的な顧客分析と市場セグメンテーションがその一つです。星野リゾートは顧客のニーズを細かく分析し、それぞれのセグメントに最適化されたサービスを提供しています。これにより無駄なコストを削減しつつ顧客満足度を高めることに成功しているのです。また従業員教育と組織文化の醸成にも大きな力を注いでいます。星野リゾートでは従業員一人一人がおもてなしの精神を体現し、自律的に行動することを重視しています。これは単なるスローガンではなく、具体的な教育プログラムや評価システムによって支えられています。さらにテクノロジーの積極的な活用も特筆すべき点です。例えば予約システムや顧客管理システムを高度に統合することで効率的な運営を実現しています。同時にこれらのシステムから得られるデータを分析し、サービス改善や新規事業の開発に活用しているのです。本書ではこれらの戦略を具体的な事例を交えて詳細に解説しています。例えば星野リゾートが手掛けた老舗旅館の再生プロジェクトについて、その過程と成果が丁寧に描かれています。伝統的な日本旅館の良さを残しつつ、現代のニーズに合わせてどのように変革していったのか、その過程には多くの示唆に富む知見が含まれています。また星野リゾートの海外展開についても触れられています。日本のおもてなし文化をいかにして海外市場に適応させていったのか、文化の違いや言語の壁をどのように乗り越えたのか、これらの挑戦と成果はグローバル化を目指す多くの企業にとって貴重な参考事例となるでしょう。本書の特徴の一つは、単に星野リゾートの成功事例を紹介するだけでなく、それを経営学の理論と結びつけて解説している点です。例えばマイケル・ポーターの競争戦略論やフィリップ・コトラーのマーケティング理論など、ビジネススクールでも学ぶような理論が星野リゾートの実践例とともに解説されています。これにより読者は単にどうしたかだけでなく、なぜそうしたのか、どのような理論的背景があるのかを理解することができます。さらに本書は星野リゾートの成功だけでなく、彼らが直面した課題や失敗についても率直に語っています。例えば新規出店時の地域との軋轢や従業員の離職率の問題など、実際のビジネスで起こりうる様々な困難が描かれています。そしてそれらの問題にどのように対処し克服していったのかが詳細に解説されています。これらの事例は読者にとって非常に示唆に富むものとなるでしょう。本書の中で特に印象的なのは星野リゾートの地域との共生に対する姿勢です。彼らは単に利益を追求するだけでなく、進出した地域の文化や伝統を尊重し、地域経済の活性化に貢献することを重視しています。例えば地元の食材を積極的に活用したり、地域の伝統工芸を施設のデザインに取り入れたりするなど、様々な取り組みを行っています。これは持続可能な観光業のモデルケースとして
非常に興味深いものです。また本書では星野リゾートの人材育成システムについても詳しく解説されています。彼らは従業員一人一人の個性や才能を最大限に引き出すことに注力しています。例えば社内公募制度や従業員が自由に新しいサービスを提案できる仕組みなどユニークな取り組みが多数紹介されています。これらの施策は従業員のモチベーション向上とサービスの質の向上に大きく寄与しているのです。本書の中で特に興味深いのは星野リゾートのブランド戦略です。彼らは星野リゾートという統一ブランドの下に栄、リゾナーレ、オーマンなど複数のサブブランドを展開しています。各ブランドはそれぞれ異なるコンセプトと顧客層をターゲットとしており、これにより幅広い顧客ニーズに対応しています。この戦略は多様化する観光市場において非常に効果的であり、他の企業にとっても参考になる点が多いでしょう。さらに本書では星野リゾートの環境への取り組みについても触れられています。彼らはエコフレンドリーな施設設計や再生可能エネルギーの活用など環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。これは単なる社会貢献活動ではなく、長期的な経営戦略の一環として位置づけられています。環境への配慮が企業価値の向上につながるという考え方は現代のビジネス環境において非常に重要な視点です。本書の中で特に注目すべき点の一つは星野リゾートのイノベーションに対する姿勢です。彼らは常に新しいサービスや体験を創造することに力を入れています。例えば温泉地でありながらプールを導入したり、農業体験を組み込んだリゾートを展開したりと、従来の概念にとらわれない発想で新しい価値を生み出しています。このイノベーション精神は変化の激しい現代のビジネス環境において非常に重要であり、多くの企業にとって参考になるでしょう。また本書では星野リゾートのクライシスマネジメントについても詳しく解説されています。例えば自然災害や経済危機など予期せぬ事態にどのように対応してきたのか、彼らの迅速な意思決定プロセスや柔軟な対応力は多くの企業にとって学ぶべき点が多いはずです。さらに本書では星野リゾートのデジタル戦略についても触れられています。彼らはデジタルテクノロジーを単なる業務効率化のツールとしてではなく、顧客体験を向上させるための重要な要素として捉えています。例えばアプリを通じたパーソナライズされたサービスの提供や AI を活用した需要予測など最新のテクノロジーを積極的に導入しています。これらの取り組みはデジタルトランスフォーメーションを進める多くの企業にとって貴重な参考事例となるでしょう。本書の中で特に印象的なのは星野リゾートの失敗から学ぶ姿勢です。彼らは失敗を恐れず、むしろそこから積極的に学びを得ようとしています。例えば新しいサービスを導入する際には小規模な実験から始め、そこで得られたフィードバックをもとに改善を重ねていくというアプローチをとっています。このフェイルファストの考え方はイノベーションを推進する上で非常に重要であり、多くの企業にとって参考になるポイントです。また本書では星野リゾートの財務戦略についても詳しく解説されています。彼らは高い収益性を維持しながら積極的な投資を行っています。例えば既存施設のリノベーションや新規出店など将来の成長に向けた投資を継続的に行っています。この攻めの経営と堅実な財務管理のバランスは多くの企業経営者にとって参考になるでしょう。さらに本書では星野リゾートのグローバル戦略についても触れられています。彼らは日本のおもてなし文化を核としながら各国の文化や習慣に合わせてサービスをカスタマイズしています。このグローカルなアプローチはグローバル展開を目指す多くの日本企業にとって貴重な参考事例となるはずです。本書の中で特に注目すべき点の一つは星野リゾートの顧客体験に対する徹底したこだわりです。彼らは宿泊そのものだけでなく予約から帰宅後のフォローアップまで顧客とのすべての接点を重視しています。例えばチェックイン時の待ち時間を最小限に抑えるための工夫や滞在中の思い出を写真集にして送るサービスなど細部にまでこだわったサービスを提供しています。このトータルエクスペリエンスの考え方はサービス業に限らず
あらゆる業種の企業にとって参考になるでしょう。また、本書では星野リゾートのデータ駆動型経営についても詳しく解説されています。彼らは、顧客の行動データや満足度調査の結果を綿密に分析し、サービスの改善や新規事業の開発に活用しています。例えば、顧客の動線分析をもとに施設のレイアウトを最適化したり、過去の予約データをもとに需要予測を行ったりしています。このようなデータ活用の手法は、多くの企業にとって学ぶべき点が多いはずです。さらに、本書では星野リゾートの従業員満足度への取り組みについても触れられています。彼らは、従業員の満足度が顧客満足度に直結するという考えのもと、働きやすい環境づくりに注力しています。例えば、柔軟な勤務体系の導入や、従業員の自己実現を支援するプログラムの実施など、様々な取り組みを行っています。これらの施策は、人材確保が困難な現代のビジネス環境において、非常に重要な視点を提供しています。本書の中で特に興味深いのは、星野リゾートのブランドポートフォリオ戦略です。彼らは、星野リゾートという統一ブランドの下に、異なるコンセプトを持つ複数のサブブランドを展開しています。例えば、堺は日本の温泉文化を現代的に解釈したブランド、リゾナーレはアクティブな体験を重視したブランドといった具合です。この戦略により、多様な顧客ニーズに対応しつつ、ブランド全体の一貫性も保っています。このアプローチは、多角化を目指す多くの企業にとって、貴重な参考事例となるでしょう。また、本書では星野リゾートのサステナビリティへの取り組みについても詳しく解説されています。彼らは、環境保護や地域社会との共生をビジネスの中核に据えています。例えば、地域の伝統工芸を活用した内装デザインや、地元の食材を積極的に使用したメニュー開発など、地域の文化や経済に貢献する取り組みを行っています。また、再生可能エネルギーの導入や廃棄物削減など、環境負荷の低減にも力を入れています。これらの取り組みは、単なる社会貢献活動ではなく、長期的な企業価値の向上につながる戦略として位置づけられています。本書では、星野リゾートのリスクマネジメントについても触れられています。彼らは、自然災害や感染症の流行など、予期せぬ事態に備えて、綿密な危機管理計画を策定しています。例えば、地震や台風に備えた施設の耐震化や、パンデミック時の衛生管理プロトコルの整備など、様々な対策を講じています。これらの取り組みは、不確実性の高い現代のビジネス環境において、非常に重要な視点を提供しています。さらに、本書では星野リゾートのオープンイノベーション戦略についても解説されています。彼らは、社内のリソースだけでなく、外部の企業や研究機関との協力も積極的に行っています。例えば、地元の農家と連携した体験プログラムの開発や、テクノロジー企業と共同でのスマートホテルの実験など、様々な形で外部との協業を進めています。この開かれた姿勢は、急速に変化する市場環境に適応し、継続的にイノベーションを生み出す上で非常に効果的です。本書の結びでは、星野リゾートの今後の展望について触れられています。彼らは、日本国内での事業拡大だけでなく、海外展開にも積極的に取り組んでいます。その際、単に日本式のサービスを輸出するのではなく、各国の文化や習慣に合わせてサービスをカスタマイズするグローカルなアプローチをとっています。この戦略は、グローバル化を目指す多くの日本企業にとって、貴重な示唆を与えるものとなっています。この書籍は、星野リゾートの成功事例を通じて、現代のビジネス環境における重要な経営課題と、その解決策を提示しています。顧客満足度の向上、従業員のエンゲージメント、イノベーションの推進、サステナビリティへの取り組み、リスクマネジメント、グローバル展開など、多岐にわたるテーマが、具体的な事例とともに解説されています。これらの知見は、ホスピタリティ産業に限らず、あらゆる業種の企業にとって価値ある示唆を与えるものです。経営戦略、マーケティング、人材管理、財務戦略など、経営学の様々な側面を実践的に学ぶことができる本書は、ビジネスパーソンや経営者、さらには経営学を学ぶ学生にとっても、
非常に有益な一冊となっています。星野リゾートの事例を通じて理論と実践の橋渡しを行っている点が本書の大きな特徴と言えるでしょう。今後のビジネス環境がますます複雑化し不確実性が高まる中で、本書で紹介されている星野リゾートの経営哲学と実践は多くの企業にとって貴重な指針となるはずです。サービスと利益の両立、イノベーションの推進、サステナビリティへの取り組み、そしてグローバル展開、これらの課題に対する星野リゾートの取り組みは現代のビジネスリーダーが直面する多くの課題に対する解決の糸口を提供しています。本書を通じて読者は単に星野リゾートの成功事例を学ぶだけでなく、自社の経営課題に対する新たな視点や解決策を見出すことができるでしょう。それぞれの企業や組織が置かれた状況は異なりますが、本書で紹介されている考え方や手法を自社の文脈に合わせて適用することで、新たな価値創造や競争力の向上につながる可能性があります。ビジネスの世界は常に変化し続けています。しかし、顧客価値の創造、従業員の育成、持続可能な成長の追求といった基本的な経営課題は、時代が変わっても本質的に変わりません。本書は、これらの普遍的な課題に対する現代的なアプローチを提示しており、その意味で、時代を超えて参照される価値ある経営書となっているのです。さて、ここまで星野リゾートの教科書サービスと利益両立の法則を通じて、星野リゾートの経営戦略や企業理念、そして星野佳治氏の経営観についてお話しました。ここからは、星野リゾートの具体的な取り組みや、その背景にある経営哲学についてさらに掘り下げていきましょう。星野リゾートの成功の鍵の一つに、おもてなしの概念の再定義があります。日本の伝統的なおもてなしはしばしば過剰なサービスや形式的な礼儀作法と結びつけられがちです。しかし星野リゾートはこの概念を現代的にアレンジし、より効率的で顧客中心のアプローチをとっています。例えば彼らは無駄なおもてなしを排除することに力を入れています。これは顧客が本当に求めているものを見極め、それに焦点を当てるという考え方です。具体的には高級旅館でよく見られる豪華な調度品や過剰な装飾を控え、代わりに快適性や機能性を重視しています。これはミニマリズムの概念を宿泊業に適用したものと言えるでしょう。ミニマリズムとは本質的でないものを取り除き、必要最小限のものだけで生活や芸術を構成する思想や様式のことです。この考え方を星野リゾートは宿泊施設のデザインや運営に取り入れ、顧客にとって本当に価値のあるサービスに集中することで、コスト削減と顧客満足度の向上を同時に達成しているのです。また、星野リゾートは地域性を重視したサービス展開を行っています。これは、画一的なサービスを全国展開するのではなく、各地域の特色や文化を生かしたユニークな体験を提供するという方針です。例えば沖縄の施設では琉球文化を体験できるプログラムを、北海道の施設では雪を使ったアクティビティを提供するといった具合です。この地域性の重視は経済学でいう比較優位の理論を応用したものといえます。比較優位とはある国や地域が他の国や地域と比べて相対的に低いコストや高い品質で生産できる財やサービスのことを指します。星野リゾートは各地域が持つ独自の文化や自然環境を比較優位として捉え、それを最大限に活用することで他の宿泊施設との差別化を図っているのです。さらに星野リゾートの特徴的な取り組みとして働き方改革が挙げられます。宿泊業界は一般的に長時間労働や不規則な勤務体系が問題視されてきました。しかし星野リゾートはこの課題に積極的に取り組み、独自の労働環境改善策を実施しています。例えば彼らはワークシェアリングという制度を導入しています。これは一つの仕事を複数の従業員で分担する仕組みです。具体的には朝食の準備や夕食の片付けなど特定の時間帯に集中する業務を複数のパートタイム従業員で分担することで、フルタイム従業員の労働時間を削減しています。このワークシェアリングの概念は経済学者ジョン・メイナード・ケインズが提唱した労働時間の短縮による失業対策という考え方に通じるものがあります。ケインズは
技術革新によって生産性が向上すれば、労働時間を短縮しても同じ生産量を維持できると主張しました。星野リゾートはこの考え方を宿泊業に適用し、従業員の労働環境改善と業務効率化を同時に実現しているのです。また星野リゾートはマルチタスク化も推進しています。これは従業員が複数の業務をこなせるようにすることで、繁忙期と閑散期の労働力の偏りを解消する取り組みです。例えばフロントスタッフがレストランでの接客も行えるようにするなど、柔軟な人員配置を可能にしています。このマルチタスク化は経営学でいうジョブローテーションの概念を発展させたものといえます。ジョブローテーションとは、従業員を定期的に異なる部署や職務に配置転換することで、スキルの向上や組織の活性化を図る人事施策です。星野リゾートはこの概念を日常的な業務レベルにまで落とし込み、より柔軟で効率的な労働環境を創出しているのです。さらに星野リゾートの経営戦略の特徴として、データ駆動型経営が挙げられます。彼らは顧客の行動データや満足度調査の結果を綿密に分析し、サービスの改善や新規事業の開発に活用しています。例えば彼らは顧客動線分析を積極的に行っています。これは宿泊客がリゾート内でどのように移動し、どの施設をどれくらいの時間利用しているかを詳細に分析する手法です。この分析結果をもとに施設のレイアウトを最適化したり、人気の高いサービスを強化したりしています。この手法はマーケティング理論でいうカスタマージャーニーマップの概念を実践的に応用したものといえます。カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入、使用、そして再購入に至るまでの一連のプロセスを可視化したものです。星野リゾートはこの概念を宿泊施設という物理的な空間に適用し、顧客体験の最適化を図っているのです。また星野リゾートは予測分析も積極的に活用しています。これは過去のデータをもとに将来の需要を予測し、それに基づいて経営判断を行う手法です。例えば季節ごとの予約状況や天候データ、イベント情報などを分析し、最適な価格設定や人員配置を行っています。この予測分析の手法は統計学の時系列分析や回帰分析といった手法を実務に応用したものです。時系列分析は時間の経過に伴うデータの変化パターンを分析する手法で、回帰分析は複数の要因がある結果にどのように影響しているかを分析する手法です。星野リゾートはこれらの高度な統計手法を日常的な経営判断に活用することで、より精度の高い意思決定を可能にしているのです。さらに星野リゾートの経営戦略の特徴として、オープンイノベーションの積極的な活用が挙げられます。オープンイノベーションとは、自社だけでなく他社や研究機関、さらには顧客とも協力してイノベーションを生み出す手法です。例えば星野リゾートは地元の農家や漁師と連携し、その土地ならではの食材を使った料理を提供しています。これは単なる地産地消の取り組みにとどまらず、地域の生産者とともに新しい食体験を創造するという意味で、オープンイノベーションの一形態といえます。また彼らはテクノロジー企業との協業も積極的に行っています。例えばある施設ではバーチャルリアリティ VR 技術を活用した新しい観光体験を提供しています。これはテクノロジー企業の最新技術と星野リゾートのホスピタリティノウハウを融合させた、まさにオープンイノベーションの成果といえるでしょう。このオープンイノベーションの概念は経営学者ヘンリー・チェスブローが提唱したものです。チェスブローは企業が自社の技術やアイデアだけでなく、外部の知識や技術も積極的に活用することで、より効果的にイノベーションを生み出せると主張しました。星野リゾートはこの考え方を宿泊業に適用し、常に新しい価値を創造し続けているのです。さらに星野リゾートの経営戦略の特徴として、サステナビリティへの取り組みが挙げられます。彼らは環境保護や地域社会との共生をビジネスの中核に据えています。例えば彼らはエコツーリズムを積極的に推進しています。エコツーリズムとは、自然環境や地域の文化を体験し学びながら、それらの保護にも貢献する形の観光のことです。星野リゾートの施設では
地域の自然環境を生かしたアクティビティを提供する一方で、環境保護の重要性を学ぶプログラムも実施しています。このエコツーリズムの概念は、持続可能な開発という国際的な開発理念と密接に関連しています。持続可能な開発とは、将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすような開発のことを指します。星野リゾートはこの理念を観光業に適用し、環境保護と経済発展の両立を図っているのです。また、星野リゾートは循環型経済の実現にも取り組んでています。例えば、ある施設では食品廃棄物を堆肥化し、それを使って野菜を栽培し、その野菜を再び料理に使用するという循環システムを構築しています。循環型経済とは、資源の効率的な利用やリサイクルを通じて、経済活動による環境への負荷を最小限に抑える経済システムのことです。この概念は、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムの限界を克服するものとして近年注目を集めています。星野リゾートはこの先進的な経済概念を実際のビジネスに適用し、環境負荷の低減と経営効率の向上を同時に実現しているのです。彼らの成功の秘訣は、単に優れたサービスを提供するだけでなく、経営学や経済学の理論を実践的に応用し、常に新しい価値を創造し続けている点にあると言えるでしょう。今後も彼らの革新的な取り組みに注目していく価値は十分にあると考えます。以上、本日の講義では、星野リゾートの教科書サービスと利益両立の法則を通じて、現代のホスピタリティ産業における革新的な経営手法について学んできました。この書籍が提示する経営哲学は、単に宿泊業界にとどまらず、広くサービス業全般、さらには他の産業にも応用可能な示唆に富んだものです。特に注目すべきは、顧客満足度と収益性の両立という、一見相反するように思える目標を、独自の戦略によって実現している点です。例えば、無駄なおもてなしの排除という考え方は、日本の伝統的なサービス概念に一石を投じるものです。これは顧客が本当に求めているものを見極め、それに焦点を当てるという顧客中心主義の究極の形とも言えるでしょう。この考え方は、経営学でいうバリュープロポジションの概念と密接に関連しています。バリュープロポジションとは、顧客に提供する価値を明確に定義し、それを効果的に伝えることを指します。星野リゾートはこの概念を実践的に応用し、顧客にとって真に価値のあるサービスを提供することで、高い顧客満足度と効率的な経営を両立させているのです。また、地域性を重視したサービス展開は、グローバル化が進む現代社会において非常に興味深いアプローチです。これは、画一的なサービスを全国展開するのではなく、各地域の特色や文化を生かしたユニークな体験を提供するという方針です。この戦略は、経営学でいうグローカリゼーションの概念を体現したものと言えるでしょう。グローカリゼーションとは、グローバルな視点を持ちつつローカルな特性を生かすという考え方です。星野リゾートはこの概念を巧みに実践し、各地域の独自性を生かしながら全国規模でのブランド展開を成功させています。さらに、従業員の働き方改革への取り組みも注目に値します。宿泊業界は従来、長時間労働や不規則な勤務体系が問題視されてきました。しかし、星野リゾートはワークシェアリングやマルチタスク化といった独自の施策を導入することで、この課題に積極的に取り組んでいます。これは、経営学でいうワークライフバランスの概念を、宿泊業という特殊な環境で実現しようとする試みと言えるでしょう。このような取り組みは、単に従業員の労働環境を改善するだけでなく、サービスの質の向上にもつながっています。従業員満足度の向上が顧客満足度の向上につながるという、いわゆるサービスプロフィットチェーンの理論を実践的に証明しているのです。また、星野リゾートのデータ駆動型経営も、現代のビジネス環境において非常に示唆に富んだものです。彼らは顧客の行動データや満足度調査の結果を綿密に分析し、サービスの改善や新規事業の開発に活用しています。これは、ビッグデータやアナリティクスの重要性が叫ばれる現代において、
その実践的な応用例として非常に興味深いものです。特に顧客動線分析や予測分析といった手法は他の産業にも広く応用可能なものです。これらの手法はマーケティング理論でいうカスタマージャーニーの概念を実際のビジネス現場で具現化したものといえるでしょう。カスタマージャーニーとは顧客が商品やサービスを認知してから購入、使用、そして再購入に至るまでの一連のプロセスを指します。星野リゾートはこの概念を宿泊施設という物理的な空間に適用し顧客体験の最適化を図っているのです。さらに星野リゾートのオープンイノベーションでの取り組みも現代のビジネス環境において非常に重要な示唆を与えてくれます。彼らは地域の生産者やテクノロジー企業など外部のパートナーと積極的に協業し新しい価値を創造しています。これはイノベーション理論でいうオープンイノベーションの概念を実践的に応用したものです。オープンイノベーションとは企業が自社の技術やアイデアだけでなく外部の知識や技術も積極的に活用することでより効果的にイノベーションを生み出すという考え方です。星野リゾートはこの概念を宿泊業に適用し常に新しい価値を創造し続けています。この姿勢は急速に変化する現代のビジネス環境において非常に重要なものと言えるでしょう。また星野リゾートの環境への取り組みも現代企業に求められる重要な要素を示しています。彼らはエコツーリズムの推進や循環型経済の実現など環境保護と経済活動の両立を図っています。これは持続可能な開発という国際的な開発理念を実際のビジネスに適用した好例と言えるでしょう。持続可能な開発とは将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく現在の世代のニーズを満たすような開発のことを指します。星野リゾートはこの理念を観光業に適用し環境保護と経済発展の両立を図っているのです。この姿勢は環境問題がますます深刻化する現代において企業が取るべき道筋を示唆しているとも言えるでしょう。以上、星野リゾートの経営戦略についてさまざまな角度から見てきました。彼らの成功の秘訣は単に優れたサービスを提供するだけでなく経営学や経済学の理論を実践的に応用し常に新しい価値を創造し続けている点にあると言えるでしょう。この書籍が提示する経営哲学は宿泊業界にとどまらず広くサービス業全般さらには他の産業にも応用可能な示唆に富んだものです。顧客満足度と収益性の両立、地域性の重視、従業員の働き方改革、データ駆動型経営、オープンイノベーション、環境への配慮など現代のビジネス環境において重要な要素を多く含んでいます。これらの要素はそれぞれが独立したものではなく互いに密接に関連し合っています。例えばデータ駆動型経営は顧客満足度の向上に寄与し、従業員の働き方改革はサービスの質の向上につながり、環境への配慮は地域社会との共生を促進します。このようにさまざまな要素が有機的に結びつき全体として一つの強力な経営システムを形成しているのです。このように星野リゾートの経営戦略は多面的であり各要素が相互に作用し合いながら持続可能な成長を実現しています。彼らの取り組みは単なるビジネスモデルの成功にとどまらず社会全体に対する影響をも考慮したものです。顧客満足度を追求する中で地域社会や環境への配慮を忘れず従業員の働き方にも配慮した経営は現代の企業が目指すべき理想的な姿勢と言えるでしょう。この書籍を通じて学んだことは経営において重要なのは単に利益を追求することではなく顧客、従業員、地域社会、環境といった様々なステークホルダーとの関係性を大切にしそれらを調和させることが長期的な成功につながるということです。星野リゾートの事例はその具体的な実践例として多くの企業や経営者にとって貴重な教訓となるでしょう。このような視点から本書を読み進めることで皆さんも自身のビジネスやキャリアに役立つ新たな知見を得ることができると思います。星野リゾートの成功事例を参考にしながら自分自身の価値観や目指すべき方向性を見つけ出しそれを実現するための手段を考えていくことが重要です。
この講義が皆さんの今後の学びや実践に少しでも役立つことを願っています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ、日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は、健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは、結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、この点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのです。また、ライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ、食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ、理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらに、リバウンドしにくい体作りにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また、完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして、30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらに、ライザップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより、体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣は、このような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが、定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって、 52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後、さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は、単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで、強い共感を得ています。このように、ライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって、非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は、概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。